僕はですね、ぴょこたんという名前でね、こういう漫画を描いてるもんです。僕は任天堂信者ね。漫画家界隈だけで盛り上がってる三軒茶屋蔦屋事件、教えてあげよっか。これね、僕もちょっとね、これいかんなと思ってることがあって、まず漫画家が漫画を売って、売るでしょ、単行本出すでしょ。そうすると書店に並ぶじゃん。漫画家とか出版社が一番恐れるのは何かっつうと、平積みにバーってされたけど、売れずに全部返本って言って戻ってくることがあるんですよ。まあ僕の単行本なんかはいい例で、こういうのとかって大体、例えね、バンバン置いたとしても、平積みでその書店に展開しても、大体こんな汚い、気持ち悪い汚い絵の漫画なんて誰も買わないじゃん。そうすると、そういう真っさらな状態でまたドーンと戻ってくるわけ。で、ドーンと戻ってきたらどうするかっていうと、会社の倉庫を圧迫して、どうしようもないただのね、ゴミになるわけよ。紙くずになるんで、全部裁断するんですよ。バーぐしゃ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 裁断して、もう処分するわけ。その処分するのを、やっぱりさ、出版社としてはわざわざ送って配送して戻ってきて、それを処分すると金がかかるわけですよ。だから出版社として一番ね、まあこうするしかないなっていう必殺技があって、戻させない、返本を絶対させない、戻させない必殺技を教えてあげるよ。それがサイン本なんですよ。僕なんて、まあ例えば数千部じゃん、数千部のうちの例えば1000でもサイン本作ろうもんなら、そのサイン本は絶対に返品できない、返本できない。その代わりサイン、著者直筆のサインがついてますよっていうので、まあプレミアム感はあるのに定価で売ってるっていうさ、お店にとっても売りやすいでしょ。著者のサインが入ってるから、あ、それならサインがあるんだったら、定価だったらこれ得だから買っちゃおうかなっていう。このね、サイン本ビジネスにね、ちょっと大変なことが起こったのが三軒茶屋蔦屋事件。三軒茶屋の蔦屋は、そのサイン本をとにかく大量にね、仕入れるみたいなことで、多少業界内では有名な書店だったわけですよ。だけど今、書店ってやばいじゃん。その三軒茶屋の蔦屋には、誰かよくもわからない、どこの馬の骨かわからないクソみたいな漫画家のね、サイン本がですね、大量に在庫を抱えることになっちゃったわけ。で、それ返本できないじゃん、結局三軒茶屋の蔦屋は。そこで三軒茶屋の蔦屋がこれやばいな、クソみたいな漫画家の単行本サイン本がいっぱいになっちゃったなっていうことで、機転を利かせて考えたのが、サイン本ね、著者直筆サイン本、なんか発送サービス、5000円コース、3000円コース、1000円コースで、どの作家さんのかはわからないけれども、サイン本をお送りしますよって、5000円だったら5冊サイン本が送られますみたいな、これやっちゃったんですよね。 ランダムのくじ引きみたいなサイン本。そうするとやっぱりちょっとカチンとくるのは我々クリエイター側なんです。だってさ、僕たちは自分が好きだって思ってくれてる人に対して、サイン本わざわざノーギャラで書いてさ、売れるっていうか、返本がなくなるからっつって出してるわけなのに、そんなランダムくじ引きみたいにして、誰の興味もないところに行くようなもんならおかしいだろ、これ。せっかく書いてんのは、僕はもう自分のことを好きだと思ってくれる人が喜んでくれると思って書いてるわけ。っていう表向き上の都合と、これ書けば返品なくなるから、まあ最低でもこの本数、冊数は売れるんだろうなって。だけど、この蔦屋が、この三軒茶屋の蔦屋がね、このサイン本ランダムサービスみたいなことをバーンってツイッターに上げたのよ。これでやっぱり我々クリエイター、そして編集部、黙ってないよな。おい、そんなことやっていいのかよ。ふざけんなよって。だったらそんなに大量にサイン本仕入れるなよって、最初から。売れないと分かってるのは自分らの責任だろ。だったらもう店員全員に買ってても、それかもう売り切る量だけしか仕入れるな。持ちつ持たれつな関係だけど、そういうことをやってしまうと、やっぱり違うんだよな。こっちだってサービスでやってるわけよ。別にサインなんか書かなくたって同じ、その仕入れ値なんだから、サイン書く分、我々クリエイターが損してるわけよ。そうやって角川のクリエイターだってそうだろ。1600枚もさ、わざわざ変なプレゼント企画でさ、無償に近い状態で書かされそうになったわけじゃん。だからそれいけないんだよね、やったら。それやるくらいんだったら、誰かが、もう店員でもいいからさ、一括で買い上げてさ、サイン本ですって言って、ヤフオクで売れよ。まだそっちの方が まだそっちの方が、その人のサイン本が好きだって人に行く分、まだマシだわ。三軒茶屋の蔦屋という店舗のツイッターでそういうサービスをぶち上げてるからいけないんだろうがよ。全部僕が買い取って、それやったっていいよ。でもどうせ余ってるのなんてさ、ゴミみたいな、僕みたいなゴミみたいな漫画家のサイン本だろうよ。こんなのただの落書きじゃねえかって、ブックオフで査定がさ、
100円だったのが10円に下がるぐらいの落書き扱いに受けちゃうね。そういうサイン本が多分残って大量に残ってるだと思うんだよ。それを全部巻きたいからっつってね、三軒茶屋蔦屋事件。ちなみにそのツイートはですね、あの多くのバッシングがあってね、翌日に消されてました。うん、だからみんなね、三軒茶屋の蔦屋今狙い目だよ。三軒茶屋の蔦屋行ってサイン本買いあされ、もかわいそうだから。僕は買いに行こうかな、もう買いに行ってヤフオクで全部転売しようかな。みんな気づいてないんだよ、きっと。でもこのサイン本ビジネスっていうか、サイン本にまつわるね、その漫画家と書店と、まあ編集、出版社のこの関係っていうのは結構重要な関係だから、覚えておいて損はないんですよ。世の中にまあサイン本って言って、平積みで何個も積んだったら、お情けで買ってあげるっていうのもありだと思いますよ。みんながそれに対して、すごい嫌な負の気持ちを抱えてる。サイン本がこんだけ積み重なってるっていうのはどういうことかっていうこと。この書店にめちゃくちゃプレッシャーもあるし、まあ、出版社、書店、その作家にとってもさ、もうネガティブな材料でしかないわけよ。サイン本なのにずっと売れないじゃん、この本。何これ。そりゃ売れないよな、こんな赤いほじるとか言っちゃって切ったね。うん、そうなるからね。でも僕もとことん書いたからね、サイン本はね。うん、今頃どこでどうしてることやら。たまになんかね、昔の本買ってきましたっていう人がいたら、これサインついてるけど本物ですかって確認してもら、確認させられる時があるの。そしたら大体見たら、そういうサイン本の時のああこれある時のサイン本で適当に書いたサインだなって大体自分で分かるんですよ。ああ山菜ブックス行ってさ、こんぐらいも何百冊をサイン本さえ書いたなっていうサインがこれなんで。中にはさ、潔いやつがいてさ、名前入りで書いてる、ああん時に書いたあいつじゃんっていうのまで売ってるやついるからね。それはまあ逆に潔いわっていう。なんとかさ、あの時はありがとうございましたっていうのをそのまま売ってるやついるから。そういうのもね、コレクションしたいわ、逆に。そうやって回り回って僕にね、戻ってきた、なんとかさんへってやつを、逆にそれをわざわざ僕に報告するやつもいるからね。なんか、ぴょこたんさんの本をね、ブックオフで買ったら、こんなサインが入ってたんですけどって言って、写真を入れて、そのなんとかさんへ、あの時はありがとうございましたってやつをわざわざ報告するやつも、ちくりまのやつもいるから、全部がね、やっぱサイン本にまつわるこのね、負のいいことばかりじゃないんだよ。負のね、ネガティブな感情を渦巻いてるからな。気をつけてくださいね。